画をご覧の皆さん、こんにちは。しょうやんでーす。ですね、以前、動画内で作った、ガンプラでですね、こちらの、ガンプラくじで当たったワンコインのですね、エントリーグレンドの、ガンダムなんですけど、こちらですね、今回ちょっとだけ塗装していってみようかなと思います。本当にね、ちょっと塗装するだけでもイメージとか変わったりするので、まあ、せっかくこの子ね、そのガンプラ一番くじ限定のですね、色がですね、ソリッドクリアーという白い部分が半透明なカラーリングですので、まあ、この辺は塗らずに、本当にちょっとだけ雰囲気を変えるための一部分塗装という形でやっていきたいと思います。では、見てください。ここの肩ですね。こちらの部分を、まあ、こんな感じでマスキングしました。で、今回使う色なんですが、こちらですね。ガンダムマーカーの、メッキシルバーというやつですね。これね、すごいキラキラになるんですよ。で、これ中塗料がですね、ちゃんと全体に行き渡るように振ってあげてください。しっかり振ってあげてください。そして紙なんかにね、インクが出るのを確認してもらって、で今回使うのはこのガンダムマーカーをですね、エアブラシ化させる、こちらですね、ガンダムマーカーエアブラシシステムを使っていきたいと思います。もうこれね、簡単に結構できるんですよね。すごいメッキなの。塗った方と塗ってない方、分かりますかね。ピンクが、ここの部分なんですけどね、すごいんですよ。結構ね、本当にメッキ貼ったみたいな感じになってますね。綺麗に。じゃあ続いてこっちも塗っていきましょうか。はい、塗れました。これね、キラキラになるか分かりますかね。わかりますかね。結構ね、ちょっとカメラだとわかんないかもしれないんですけど、かなりあの金ギラです。いい感じに。出が悪くなってきたら、またこんな感じでインクをですね、補填してあげて、
結構分かりづらいかもしれないですけど、まあ、ちょっと乾いたらマスキング取るのでね、濡れたところと濡れてないところが一目瞭然にはなるので、ちょっと乾くのを待っていきましょう。といっても結構ね、ガンダムマーカーは乾くのが早いんですよ、かなり。で、こちら、続くしていた、心もとない武器なんですけれども、せっかくなんでね、こいつもちょっとマスキングして塗装してみましょうか。片方、2本あるのでね、片方塗装して片方塗装なしにしましょうかね。多分こっちは分かるみたいな感じ。あ、分かんねえや。分かんないしね。ちょっと厚塗りになってしまったんで、こっち結構こっちは乾くの時間かかるかもしれないですね。まあゆっくり待っていきましょう。多分最初に一発目塗った方はもう乾きつつあると思うので、の方にちょっと要注意事項がありまして、めっちゃね綺麗にキラキラなんですけど、実は触ると曇るという、ね、指紋がついくと曇ってしまうという弱点もあるんですが、はい、わかりますか、塗りたとこと塗りてないところの違い。このガンダムマーカーっていうのはもともとペンなので、扱いはすごく簡単です。例えばこういうところでもね、例えば膝の部分なんですけど、こういったところも、まあ、パーツが取れるんであれば取ってもらって、まあ、取れないんであれば、まあ大雑把でいいんで、で、ここを塗ってもらうと、これだけでもだいぶあのプラモの表情が変わるので、プラモはなかなか画角が難しいですね。ちょっと本当勉強します、ごめんなさい、見づらくて。こっちが塗ってないところですね。こっちが塗ったところで、ちょっとあの光の加減でキラキラしてるのが分かっていただけるかなと思うんですけど、全塗装するとね、やっぱりだいぶ違いますけど、一部分だけちょっと簡単に塗装して、それでイメージチェンジっていうのも全然ありだと思います。この時はそしたらイメチェンぐらいいいのかなと思いますね。はい、では塗装の方が乾きましたので組み立てて見ていきましょう。まず、肩ですね。肩、ここの枠のところですね。枠のところですね。で、この下の部分、こっちが、塗装がしてない部分で、こっちが、塗装してある部分なので。色分けとしてはだいぶ分かりやすいんじゃないですかね。それから武器ですね。
ちら、塗装してない方、塗装してある方。それから足、ではここの部分と、ここですね。ここと、ここ。こちらも同じような感じですね。ここの部分と、ここですね。はい、今回ですね、前回作ったこの子をですね、ちょっとしたイメージチェンジという形で、ガンダムマーカーの シルバーメッキ、こちらの方で軽く塗っていきましたけれども、結構ね、本当に綺麗なメッキが出るんですけれども、気をつけないと指紋がすぐついて汚れてしまうので、まあ、塗った時はですね、もう、指紋がつかないように手袋して触るとかしないと要注意ですね。で、もう塗ったら飾っておくのが一番いいかもしれないですね。まあ、塗ったら塗っただけね、愛着も湧きますし、で、塗ってる最中もここ塗ったらどうなるんだろうとか、ここ実際のね、アニメだったりとか、こういう色だけど自分こっちの方が合うんじゃないかななんていう感じでやっていくと、それはそれでまたオリジナルの自分だけのプラモが完成するのも本当に奥深くて楽しい時間を過ごせると思うので、もしよろしければこのおうち時間ですね、ぜひ一回プラモデル組み立て、それから塗装、マーカータイプだったらね、もう本当にサクサクと塗れちゃいますんで、ぜひ一度チャレンジしてみてください。それでは動画の方ご視聴ありがとうございました。しょうやんでした。